三角線、三隅線は、熊本県宇都市の宇都駅から同県宇城市の三隅駅に、至る九州旅客鉄道、JR 九州の鉄道路線、地方交通線である。2011年9月1日より、公募によって決定した愛称、天草三隅線が使用されている。宇都駅で、鹿児島本線から分岐して、住吉赤瀬間では、宇都半島の北岸を走り、 赤瀬、旗浦まで半島を横断して、天草諸島の大屋の島に面し天草各地への船やバスが発着する岸三隅町とを結んでる。三角港からは三角島原フェリーにより、島原港との間にカーフェリーも運行されていたが2006年8月29日、限りで廃止された。全列車が、鹿児島本線熊本駅に乗り入れている。また、全線で、 IC カード、守護課の使用はできないが、起点の宇都駅は、鹿児島本線方面に限り使用可能である。一般向けリアルタイム列車位置情報システム、どれどれは、閉塞方式の都合で非対応だが、熊本宇都間のみ、鹿児島本線のページから利用できる。全線が、熊本支社の管轄である。定期列車は各駅に停車する普通列車のみで、全列車が、 鹿児島本線熊本駅宇都駅間を通り、熊本駅三隅駅間で運行されている。運行本数は1時間から1時間半に1本程度で、途中の住吉駅や阿見田駅で列車交換するダイヤが設定されている。国鉄時代の普通列車は1から2時間に1本と、本数が少なく、最終も早かった。運用される車両は、日中の一部列車にキハ200系2両編成が、 重当されている他は、キハ47、147、形による1から3両編成で運用されている。かつてハキハ31型と、キハ40、140、形での運用がほとんどだったが、2016年3月26日のダイヤ改正以降、キハ40、140、形が、被殺船の運用に使われるようになったため、 大掃除を除き一旦は運用のほとんどをキハ31型が担うようになった。しかし2017年からはキハ31型に運用離脱及び廃車が発生し、2019年3月16日で定期運用を終了したため、現在はほぼ終日に渡りキハ47、147、形が運用されている。なお、平日と土曜、休日では列車により、 使用する車両と編成が異なる。当線では1から2両編成で運転する列車は、特急を含め、ワンマンで運転される。2006年3月17日まで無人駅及び、有人駅での営業時間外の停車時に関しては、前の車両のドアのみ開き、中扉は開かず、後ろ乗り前ぶり、乗車時には整理券を取り、下車時には運賃、乗車券等を、 整理券と共に運転士に渡す必要があった。2006年3月18日のダイヤ改正後より、当線の全駅で、すべての列車のホーム側のすべてのドアから乗り降り、できるようになったものの、2007年3月18日のダイヤ改正より当線内では再び、後ろ乗り、前降り方式に変更された。臨時快速列車として、土曜日、休日に、限り一往復の、 天草グルメ快速、おこしきが運行されていた。この場合、普通列車は一応往復減る。熊本駅、三住駅間の運転で途中停車駅は、川尻駅、宇都駅、緑川駅、住吉駅、阿見田駅、八田浦駅であった。普通列車と共通の車両が使用されるため特別な、車内設備等はないが、専用のヘッドマークが取り付けられ車内放送では、 沿線の観光案内が放送された。愛称は、日本のなぎざ百選に選ばれた、綱干潟で知られる、宇都半島北岸のしき海岸にちなむ、2011年3月12日のダイヤ改正で、設定がなくなった。国鉄時代は普通列車の他に、火の山などの宝避本線の急行列車が乗り入れ、雲仙や天草と、別府や外とを結ぶ観光ルートとして使われていたが、 マイカーバスの台頭や新婚旅行者の海外流出などの影響で利用者が減少したため、分割民営化直前の年11月1八十六年十一月一日のダイヤ改正で急行日の山の熊本駅三隅駅間が廃止された。以後は三角線での特急、急行列車の定期運行はないが、二0 1 1年十月八日より観光特急列車、A 列車で行こうが、 臨時列車扱いながら土曜日、休日を中心に運行されている当線初の特急でもある。停車駅は熊本駅宇都駅三隅駅である。当初1日に往復の運行であったが、2013年3月16日のダイヤ改正で1往復増発されて1日3往復の運行となっている。全列車が熊本車両センターに所属する機動車で運転されている。 以下は、ダイソー等で入線することがあるが、熊本地震で、法比本線の一部区間が普通となっていることと、木ハ31型に運用離脱、廃車が発生している影響により、2017年現在は、ほとんどの列車で木ハ47、147、形が運用されている。三角線の開業は、明治32年、1899年と、大変古い。 九州鉄道が熊本方面と天草や島原等を連絡するため、それらへ船の便がある三角までの線路を敷いたのである。当初は松橋から宇都半島の南岸を通って三角港までの路線が計画されていたが、漁港を多く抱える南岸の住民の反対にあって、赤瀬までは北岸を通る路線となった。三角港には現在でも、 天草からの船が発着しているが、熊本振興や天草飛行場の開港、天草の各島と本土とを結ぶ橋の完成、モータリゼーションなどによって三角線を使って、三角港に行く旅客は少なくなった。便宜上、宇都川の全列車が直通する鹿児島本線、熊本駅からの区間を記載する。平均通過人員、輸送密度、旅客運輸収入は以下の通り。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。